ロリアン襲撃はオーストリア継承戦争中の1746年9月29日から10月10日にかけて行われたイギリスによるロリアン周辺を標的とした水陸療養作戦。その目的はフランス軍をフランドルから撤収させて沿岸警備に当てるよう仕向けることにあった。またロリアンはフランス東インド会社によって基地と補給港として使われたためロリアンの破壊は イギリスの東、インドにおける戦略目的を助ける作用もある。イギリス兵約4500人が乗船してロリアンに向かったが、イギリス艦隊がロリアン沖で数日間待つ必要があったため、ロリアンが守備を組織し、近隣の町から増援を呼び込むだけの余裕を与えた。イギリス軍は10月3日にロリアン周辺に到着、ロリアンと降伏交渉を行ったが5日から7日に、 かけての砲撃により交渉は、決裂、7日には、イギリス軍に撤退命令が下った。イギリス工兵が、工場に失敗したほか、イギリス軍が薬病と疲労で衰弱していたため、攻勢を停止せざるを得なかった。一方、フランス軍の指揮官は、イギリス軍が数で大幅に上回ると考えた上、自軍の守備の弱点及び訓練と兵器の不足も、知っていたため降伏を考え、 10月7日に降伏を提案したが、イギリス軍が撤退した直後だったこともあり、返事を受け取ることはなかった。ロリアンへの襲撃は、結果的にはフランスが、ブルターニュ南部の要塞化を進めさせるきっかけとなった。文化的にも、デイビッド・ヒュームとボルテールの間の論争を引き起こす、などの影響を与えた。ロリアンでは、包囲に関する歌が作曲され、 当地のマリア進行の原動力となった。1745年のルイブールの戦いにより、イギリスがルイブールを占領すると、イギリス政府は続いて、ケベックへの攻撃を計画、カナダを一気に支配しようとした。ベッドフォード公爵は、ケベック遠征の最も主要な支持者であった。ジェームズ・シンクレア中将率いる陸軍と、リチャード・レストック提督率いる艦隊が準備され、 1746年6月には出航の準備が整えた。しかし、大西洋横断とセントローレンス側での戦闘を行うには時期が遅すぎたとされ、さらにダンビー油公爵が突如フランス艦隊を率いて出航したことでイギリスに緊張が走った。しかし、せっかく準備した遠征軍を他のイギリス軍と合流させることも無理だったため、入荷する公爵は ジェームズ・シンクレアにフランス上陸を提案した。イギリスをジョージ2世がその提案を知ると、シンクレアに上陸の計画はあるかと聞いた。シンクレアはそのような計画はなく、どこで上陸したらいいかも知らないと考えたが、フランス海岸で上陸できる地点を探ることを提案した。ジョージ二世に越見するとき、入荷する公爵が計画の実行を検事したこともあり。 8月29日にはシンクレアがプリマスに向かい、戦役に関する命令を待つよう命じられた。ドリアン攻撃の決定プリマスに着いたシンクレアは、フランス海岸へ航行して、ドリアン、ロシュフォール、ラロシェル、ボルドー、または、機会あれば、他の適当な町を襲撃すべしとの命令を受けた。日付が8月29日、30日となっている手紙において、シンクレアは、 自分がボルドー一体を熟知していたことと要塞化がなされていないことを理由にボルドーへの攻撃を指示した。ロリアンもフランドルからの距離が遠いためフランス軍を引き離すという目的に適した。当時モーリス・ド・サックス・ゲンス率いるフランス軍はオーストリア領ネーデルラントでフォントノワの戦い、ロクールの戦い、ブリュッセル包囲戦と連勝しており、 ネーデルラント全土を占領する勢いであった。アンソン提督もプリーマスにいた。彼はシンクレアと面会、南ブルターニュのロリアンという町も要塞化がほとんどなされていないと告げた。そのため、海軍をロリアン近辺の海岸に派遣して、可能な上陸地や襲撃地を探そうという決定が下された。同じ頃、入荷する公爵は、 参謀のマクドナルド少佐が練ったノルマンディー上陸計画を支持するようになった。マクドナルドはプリマスに派遣され、自らの計画を採用するようシンクレアを説得しようとしたが、シンクレアはマクドナルドが軍事的に無知であると考え、もし彼が標的をロリアンからノルマンディーに切り替えたら、偵察艦隊を再び派遣しなければならないとした。結局、ロリアンへの襲撃が、 一石二鳥となるため、遠征軍の標的はロリアンと決定された。一石二鳥とはすなわち、フランス東インド会社の本部があるロリアンに襲撃することで、東インド会社の活動を停止させることができ、さらにフランドルにおける、フランス軍の引き離しにもなる、の2点だった。 イギリスの準備カマレの海戦はそれ以降のイギリスによるタイブルターニュの水陸両用作戦の模範となった。画像はカマレシュルメールの防番島2010年撮影。イギリスの戦術はアウクスブルク同盟戦争以降進化を遂げていた。港を砲撃してブルターニュ海岸を襲撃するだけでなくイギリスの作戦は1694年のカマレの 海戦のような大規模な水陸両用作戦へとだんだんと移っていった。1744年2月、リチャード・レストック中将は、トゥーロンの海戦での敗北により軍法会議にかけられたが、彼は後にブルターニュにおける軍事行動のためにイギリス艦隊の指揮官に任命された。彼は、戦列艦16隻、フリゲート8隻という総戦43隻を率いた。 遠征軍の出発直前、歴史家で哲学者のデイビッド・ヒュームが、シンクレアの秘書に任命された。シンクレアの軍勢は、王立連隊の第1大隊、ハイランダー連隊の第5大隊、ブラックの連隊の第3大隊、ハリソンの連隊の第2大隊、リッチベルの連隊の第4大隊、フランプトンの連隊の大隊の一部、 海兵隊数個中隊で合計4500人だった。しかし、遠征隊の指揮官たちは、ブルターニュが襲撃の標的として最適であったかは疑問視しており、彼らはノルマンディの方がいいと考えた。ブルターニュはイギリスにはよく知られておらず、シンクレアは、ブルターニュの地図を取得できず、フランス全体の地図で代用しなければならず、レストックもロリアンの守備について、 全く知らなかった。さらに、上陸軍は軍馬を得られなかった。遠征艦隊は9月26日に、プリマスを離れ、フランスからの妨害もなくウェイサン島を通過した。スパイ活動と準備フランスは、イギリス人捕虜への尋問で、プリマスに駐留するイギリス軍の重要さについて知ったが、その標的まではつかめなかった。現地のスパイから、プリマスの軍勢は、 食料や軍馬を多く有さなかったとの知らせが届いたが、このことはフランス海岸への小規模な襲撃を指していた。イギリス海峡と大西洋海岸の港での指揮官に知らせが届けられ、うちポール類は9月24日に知らせを受けた。沿岸警備隊の民兵は海岸まで派遣されたが、イギリスからの偵察艦隊が報告されることはなかった。同じ頃、 ジャンバティスト・マック・ネマラ率いる艦隊には、ロリアンへ向かって待機する命令額だった。ロリアン周辺の状況ロリアンの地図、1750年作。17世紀の終わりまでに、ブルターニュ海岸には、新しい要塞が築かれたが、ロリアン周辺の守備はまだまだ貧弱のままであった。ロリアン停泊地の出口にある、ポーレル以上は近代化されておらず、ロリアンの後ろを守るのは、 低い類壁のみであり、海岸でも他の防御工事がなかった。ロリアンは貿易港となり、戦略的にも用地となった。フランス海軍とフランス東インド会社のためのロリアン交渉が建設され、特に東インド会社は1732年にその基地をなんとからロリアンに移した。ブレスト、なんと、ボルドーの間のカボタージュ中心地にもなっていた。 ロリアンの南東にあるベルイルは東、インドから戻り、ロリアンへ向かう途中の船のシェルターになっていた。近くの上島とオエディック島は17世紀末に本土上陸を防ぐべく要塞化された。1620年代以降、ロリアン周辺では聖母マリア信仰が発展しており、王霊近くでの聖アンナのご出現との記録もある。 以前のイギリスからの襲撃の時でも彼女に関する奇跡の記述があり、その背景にはプロテスタントのイギリス軍とカトリックのブルトン人の間の戦闘であったことが影響を与えている。遠征軍は9月に出港、すぐにフランスの大西洋海岸に到着した。シンクレアもレストックも下された命令について不安を感じていた。というのも、の時期の荒波により、 艦隊が危険にさらされる上、ロリアンとその守備について確固とした情報もなかったためであった。上陸軍は10月1日に上陸、ロリアンの町に向けて進軍した。外角での防御工事に着くと、放火にさらされ、撤退を余儀なくされた。シンクレアは上陸軍を乗船させ、イギリスへ戻った。しかし、実際には、ロリアンの守備が貧弱だったためロリアンは、 降伏寸前であり、海上の防御工事に欠けていたためレストックは艦隊を直接入港させて、鳩場で軍を上陸させることができるほどだった。上陸イギリス遠征軍は、イギリス海峡を6日かけて渡った後、9月29日にロリアン沖に到着、偵察艦隊と合流した。ポール類からのバークが艦隊に気づいたが、同じ頃に到着するであろう、マック・ネバラの船と勘違いした。 レストックはロリアンの守備について無知であったため、彼はロリアン帝白地への入り口を上陸地に選んだ。艦隊は9月29日以降、ライタ側の入り口であるポールドワンに怒りを下ろした。天気が良く、満月で明かりも足りており、さらに風が岸に向けて吹いていたのにもかかわらず、レストックが上陸を翌日まで延期したため、フランス側は守備を準備するだけの余裕が与えられた。 それでも選ばれた上陸地にはいくつかの問題があった。まず風の影響をもろに受け、嵐が来た場合には座礁する危険性があった。さらに上陸地はロリアンから16マイル離れたところにいた。上陸は前日に時間不足により取り消され、10月1日にようやく行われた。しかし朝は天気が良くなかったため上陸できず、 ロリアンの沿岸警備隊が艦隊をマック・ネマラの艦隊ではなく、イギリス艦隊であると、きちんと指認することを許したほか、守備を組織する時間を与えた。イギリス軍は砂浜3カ所に接近、レストック艦隊の砲撃の援護を受けつつ400から1000人のグループに分けて上陸した。まずやってきたフランス軍は沿岸警備隊であったが、それは主に武装の貧弱な平民であり、杖、 パイク、マスケット十数兆を有した程度であった。1744年以降年15日の訓練を受けたが、それも効果が薄かった。フランス軍の指揮官はロピタル公爵であり、騎兵3個中隊を率いていた。沿岸警備隊と合算すると約2000人になるが、砂浜2カ所しか守備できず、シンクレアはそれを利用して兵士を上陸させた。 ロリアンの反応ロ,ロリアン襲撃の地図。イギリス軍上陸の知らせは9月30日の午後3時に、ロリアンにもたらされ、同市に住むブルジョアの一部は脱出して、エンヌ・ボニア・バンヌへ向かった。警告は各地に発され、内陸のノワイヤル・ポンティビに届くほどであった。ポール類上の指揮官デシャンは、近隣の町に援軍を要請した。援軍は10月1日から2日にかけて派遣され、 バンヌからは300人、ジョスランからは2つの文献隊、ロアンからはいくらかの部隊、モルレーからは300人、ランバールからはマスケット銃のいて数十人、レンルからは1000人より少し下の人数が派遣された。撤退していたフランス軍は同日の夜にロリアンに到着した。平民と沿岸警備隊の民兵約2000人は公営としてゲリラ活動を行い、 イギリス軍に町から離れて郊外を進むよう仕向けた。1日目にはイギリスの偵察軍が平民軍と戦ってケバンに撤退させた後ギデルを占領した。10月1日夜、ロピタル公爵がロリアンの守備の指揮をとり、すぐに作戦会議を開いた。彼は町の守備を民兵隊に任せ、自分の軍勢は郊外で、 イギリス軍に対するゲリラ活動を行おうとしたが、ロリアンの住民が同意しなかったため彼は指揮権を返上した。ロリアンに接近するイギリス軍イギリス軍の攻勢は10月1日に始まったがすぐに困難に直面した。雨により道が歩きにくく、また砂浜が町から3マイルも離れていたためロリアン包囲軍に弾薬と補給を提供することは困難だった。10月2日。 イギリス軍の大半はロリアンへの進軍を開始したが、シンクレアには詳しい地図がなく、道を聞こうとして捕虜を捕まえるにも、ウルトン語しか話さず、フランス語を返さないため情報収集には全く役に立たなかった。結局、シンクレアは軍を二手に分けて、一つはプロモールに向かい、もう一つは北に進軍してカンペルレに向かった。プロモールに向かった兵隊は順調だったが、 カンペルレに向かった兵隊はコンカルノーからの兵士300人に阻まれ、一時撤退してからプロモールに向かう羽目になった。2台はプロモールに着く直前に合流、続いてプロモールを攻撃、略奪した後ロリアンに向かった。午後3時にはロリアンが見え、イギリス軍はロリアンから3分の2リーグ離れたランブールという場所に軍営を設けた。 フランスの反応ホテルガブリエル、フランス東インド会社の本拠地、2011年撮影。10月3日の夜、イギリス軍はロリアンに降伏勧告を送った。シンクレアが送ったこの勧告では、イギリス軍が4時間の略奪を行い、さらに大金を要求した。フランス側は、同日に、その勧告を拒絶、代わりに、フランス軍が町に撤退することと、町と、 フランス東インド会社の倉庫の略奪禁止という2点を提案したが、シンクレアの要求とは真っ向から対立するものであり、シンクレアは4日にその提案を断った。彼は艦隊の大砲を運び出してロリアンの方位に取り掛かろうとした。しかし、群馬などの動物がなかったため大砲は人手で運ばれた。さらに住民が食料をべて隠したため、イギリス軍は 疲労が溜まり、多くが病気を患うか軍務に適さない状態に陥った。フランス側は包囲の初期に、ティをいくつか派遣したが、正規軍の支援がなかったため効果は限定的だった。その主な目的は、時間を稼いで増援が来るまで待つことにあった。10月3日の夜、ドビルヌーブ大員が、ポール・ルイに到着4日の朝から6日まで指揮を取った。6日に国王が任命した。 ブルターニュの指揮官、ボルビール伯爵が到着したためドビルヌーブは指揮権を譲った。彼はイギリス軍の捕虜を尋問してその弱点を聞き出した。10月5日の夜、イギリス軍上陸の知らせがベルサイユ宮殿にいるフランス王ルイ15世に届き、彼は軍をフランドルの前線から西へ派遣することを決定した。この派遣軍には20個不評大隊、1個竜気兵連隊、 二個騎兵連隊、主幹の文献隊が含まれている。イギリス軍の試みイギリスの工兵は24時間でロリアンを破壊すると豪語したが、すぐにそれが不可能であることが分かった。大砲が運ばれてきたものの砲弾が足りず、9砲が運ばれてきたものの炉がなく、砲撃を停止せざるを得なかった。イギリス軍の3分の1が大砲を輸送するために、借り出され疲労がたまる原因となった。 本格的な包囲は10月5日にようやく始まり、砲撃はさらにその翌日に繰り越された。しかし、イギリスの大砲がロリアンから遠すぎたため与えるダメージは限定的となった。ロリアンの損害は6人が死亡、12人が負傷、家屋2軒が炎上、2軒が重大な損傷、15軒が軽微な損傷を受けるにとどまった。な家屋が多く、 木があまり使われなかったためイギリスの砲撃の効果が減災されたのだった。デイビッド・ヒュームは下記のように記述した。ロリアンのフォンテーヌ・デ・アングレー、包囲中にイギリス軍が使ったもの。2012年撮影。兵士たちは疑念の犠牲者になった。十数人のフランス人を見ただけで私たちの戦列に恐怖が走り、 ブラックの連隊とフランプトンの連隊がお互いに射撃するほどであった。誰もが勇気を失っており、雨がその原因だった。軍営と艦隊をつなぐ道が通行不能に陥った。イギリス軍は疲労と薬病により損耗し始めた。10月6日の夜の時点で戦闘に適する兵士は3000人しか残っておらず、相手の脅威に常にさらされ、 ケロマンの沼地にある軍営を守らなければならなかった。同6日には、フランス軍の脱走者と、とある黒人奴隷や娼婦から情報を得、イギリス軍は、ロリアン市内に2万人に近い軍勢が待ち構えており、大規模な反撃がすぐにでも起こると信じ込んだ。嵐が予想されたため、レストックはもはや、ロリアン沖に残れないと伝えた。その結果、シンクレアは、 包囲を解くしかないと結論付けた。10月6日の夜に行われた作戦会議では結論が出なかったが撤退が議論された。翌日の砲撃も効果がなく、午後には撤退が決定された。イギリス軍は軍営を放棄したが撤退している最中であることを隠すために砲撃を続けた。乗船は9日まで終わらず。 さらに逆風によりすぐ出発することができず、艦隊の出航は、よく10日を待たなければならなかった。フランスの守備ロリアンは、防御を準備した。大砲が船から取り外されている壁に取り付けられ、新しい防御工事が建設され、中流軍が、ポール類からの増援を受けた。10月6日には1万5千人近くの軍勢が、ロリアンに集まったが、経験不足な植木率が、 全く成立していなかった。同日、フランスも砲撃を始めたが、フランスはイギリスのそれよりも良質な砲弾を使った。すなわち、フランスがチェーンショートと武道弾を使った一方、イギリスはボムやグレネードを使った。翌7日には、砲弾約4000発が、フランス側からイギリス軍に向けて発射された。また、イギリス軍からの脱走者3人が捕まえられ、 彼らは、イギリス軍が噂された2万人ではなく3千人しか、いないことを白状した。18世紀末のブルターニュ民兵のウタレアングレー、リンプリス・ディ・アロガンス、傲慢に満ちた、イギリス人、ソン・ビィーナス・アタッカー・ローリアン・ローリアンを攻撃しに、やってきた、メイレ・バス・ブレットンス、しかしバイコール・ブルトン人は、アクズ・デベトンズ、彼らを棍棒で撃ちれ、オーヌ・ティ・リン・ボイス、追い返したのだアデセ・キャンテンス。 この国々から、10月7日の夜、イギリスの砲弾がフランスの本営近くに落ちたため、フランス側は作戦会議を開いた。ボルビールとロッピタルは、イギリス軍が砲撃を強めると考え、降伏を主張した。二人は、自軍がイギリス軍より弱いとして自軍が勝利できると信じて、いなかったが、主官たちとロリアンの住民は、 降伏を断り、最後の銃弾までロリアンを守り続けると宣言した。しかし結局降伏が決定され、ロピタルは降伏文書を持って7日の午後7時にロリアンを離れた。しかし彼はイギリス軍を見つけられず午後10時にロリアンに戻った。彼はイギリス軍による策略である可能性を疑い、ロリアンの守備を増強させるよう命じた。翌8日、 フランス側はイギリス軍の軍営で大砲と急砲を発見。同日の夜にはプロモールの住民からイギリス軍撤退の知らせが届けられた。沿岸警備隊の民兵はイギリス軍の撤退を妨害したが、フランスの騎兵と竜騎兵は妨害活動への参加を断った。10日にイギリス艦隊がポール類を通過するとき、フランス側は二度目の上陸を恐れて通過を妨害しなかった。 ロリアンの住民もイギリス軍の増援が近くで上陸する可能性を警戒した。包囲の知らせはベルサイユを経由してパリに届き、フランス東インド会社の株主が警戒する結果となった。ロピタルは10月14日にパリに到着、ルイ15世に面会した。彼は自分のミスをひた隠しにし、ルイ15世に対する報告で彼と ボレビールの役割を課題に形容した。その結果、彼は昇進と金銭での報酬を受けた。ロリアンの一件のような沿岸襲撃は1750年代、7年戦争中に再び注目を受けた。7年戦争中、イギリスはフランス海岸の町や島を数度襲撃して、フランスのドイツにおける戦争努力を見出そうとした。七年戦争中には、ロシュフォール、サンマロ、 シェルブールが襲撃を受けた。南ブルターニュへの再度の襲撃イギリス艦隊は、続いて、ロリアンの東へ向かい、沿岸襲撃を行ったが、10月10日に嵐にあって、輸送船5隻、計900人が艦隊本体とはぐれた。特に命令も下されなかったため、これらは、グレた輸送船はイギリスへ戻った。 遠征軍の指揮官には増援として三個大隊が承諾されたが、増援が到着することはなかった。キブロン半島は10月14日から20日まで占領され略奪を受けた。上島は10月20日に、オエディック島は10月24日にそれぞれ攻撃を受けた。セバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンにより、両島に築かれた要塞は、戦闘を立たずに占領され、破壊された。 ベルイルアンメールはイギリス艦隊が離れる10月29日まで封鎖された。これらの襲撃は同地域の貿易を阻害したが、オーストリア継承戦争自体には何ら影響を与えなかった。同盟軍がロクールの戦いで敗北した、及びフランスの増援がブルターニュに向かっているとの2つの知らせが届くと、遠征軍の指揮官はイギリスに戻ることを決定した。 しかし艦隊は強風にあってバラバラになり、一部がスピットヘッドに向かったほか、輸送船の大半など、レストックの指揮下にあった他の船は航空に向かい、11月の初めに到着した。遠征軍敗北の知らせは、レストックより先にイギリスに着き、彼は指揮官から辞任することを余儀なくされ、1ヶ月後に死去した。同年12月、ザ・ジェントルマンズ・マガジンは、 匿名の手紙を出版した。手紙を書いた人は、自分が遠征についてよく知っているとして、レストックが遠征中に、とある勝負の影響を受け、彼女に作戦会議を仕切ることを許したと主張した。ニコラス・ティンダルは遠征の失敗について説明したとき、これらの主張を繰り返した。南ブルターニュの要塞かロリアン周辺の要塞の地図。イギリスの襲撃はフランスに。 ブルターニュの守備の貧弱さを思い出させた。そのため、1750年以降には関連した政策が実施され、デギュイオン公爵がブルターニュ総督に就任した。彼は、ブルターニュ海岸を20のキャピテーニャリスに分け、それぞれ1個大隊を駐留させた。また、大隊の訓練と陸路での連絡線を改善した。新しい防御網がロリアン周辺で作られた。 ドリアン交渉を守るべく、1761年から1779年まで、確保が、ロクミケリックとパンマネ岬に建設された。南西部の海岸を守るべく、1749年には、ホールブロケで、砲台が建設され、1755年に、さらに拡張された。そのさらに西には1756年に建設された、ホールドゥロックがある。 内陸では1755年にキルランで、1758年にルファウェディックでルネットが建造された。新しい要塞が西のグレナン諸島から東のデュメ島に至るところまで建設された。デュメ島では1756年から1758年にかけて炎上の砲台と兵舎が建設され、キブロン半島では 新しい要塞が1760年に完成、パンティエーブルからの侵入を阻止した。上島とオエディック島は1757年から1759年にかけて再建され、また1755年にはグレナン諸島で、地方に要塞が築かれた。ヒュームとボルテールの論争デイビットヒュームの肖像が1754年作。ヒュームは遠征に参加した。 ロリアン襲撃の後、デイビッド・ヒュームとボルテールの間で戦闘に関する論争が起こった。1755年に出版され、ボルテール作とされた、イストワール・デラゲール・デ・ミル・セプテンバー・セント・クエランテ、イウンは1746年のロリアン襲撃について研究した。それによると、敗戦の責任はシンクレアにあり、シンクレアを散々に批判した後、 これらの大軍は真剣で恐ろしい戦争において、ミスと笑い者以外の何も生み出さなかったと結論付けた。この批判は、ヒュームの知るところとなり、彼は1756年1月に遠征に、参加した兵士と連絡して、シンクレアにより同情的な記述を書いた。ヒュームに近しい者の,の多くは彼に出版を勧め、ヒュームはそうこを書いた。 ディセント・オン・ザ・コースト・オブ・ブリタニー17アン 1746& ザ・コゼス・オブ・イッツ・フェイリアは、同年、七年戦争が勃発した直後に完成した。ヒュームは、この著作で、とある外国の作家は真実を確かめることなく、ただその物語を面白おかしく書くことに注力し、この遠征をあざけ笑おうとした。しかし、彼の記述には一かけらの真実もなく、真実のようにも見えなかったため、 時間を浪費して論爆する必要もないとボルテールを名指しせずに批判した。また、4月にはマンスリーレビューで匿名の手紙が出版されたが、これは後にヒュームにより署名され、数人の学者もその手紙はヒュームが書いたものだとした。手紙はフランス語に翻訳され、1756年にジャーナルブリタニークで出版されたが、手紙に対する返信はなかった。マリア信仰と、 政治的な最高のオトルダム・ド・ビクトワールの像、2011年、撮影。聖母マリアが、ロリアンの累壁の上で体感しており、イギリスを表すライオンに打撃を与えていることを、表している。1746年11月15日、ロリアン当局は、会議を行い、聖母、マリアの介入により勝利したと結論付けた。そのため、毎年10月7日に、 ロリアンの三類教会で記念ミサを行い、続いて街中を行列で行進することが決定された。バンヌ司教は1747年2月23日にそれを許可した。このため、聖母マリアをジャンヌ・ダルクのような戦士として示す像が建てられた。この像はマリアがロリアンの類壁の上に座り、手に持っている王尺でイギリスの国章にあるライオンを撃つ。 という形になっている。像はフランス革命の最中に解かれたが、19世紀には元の像よりも大きいレプリカが作られた。19世紀末から20世紀初の間、マリア信仰はロリアンの政治にも影響した。ロリアン市長、アドルフ・レルゴー・アルクが行進を禁止しようとし、教会がそれに反対したとき、民衆の間では教会に同意する声が強かった。 更新の禁止の是非をめぐって国と教会の間で清掃になり更新自体が国への対抗の象徴となった現地メディアでも更新をプロテスタントのイギリスへの反対の象徴としたまた10月7日は1571年にカトリック艦隊とオスマン艦隊の間のレパントの改戦が起こった日付でもあったためカトリックの野党にたびたび取り上げられた例えば 1898年には、ラ・クロア・ドゥ・モルビアンがレルゴーア歩くの政府をイギリス地方政府と形容した。同1898年のファショダ危機や第二次世界大戦でのイギリスによるメルセル・ケビール襲撃とロリアン砲撃でも同じ避難があった。歌とチル・イルカムは短い六行詞でイギリス軍がロリアン地域に到着したことに言及した。 より長いシャンソンも存在し、こちらは若い女性がイギリス兵士に強姦されるより自殺を選んだという物語だった。19世紀末のアベのジャンマチュリン・カディクは戦役の各段階を叙述した長い歌を書いた。ありがとうございます。